日本秋田県秋田市手形住吉町。手形住吉町は、秋田県秋田市にある町。郵便番号は010-0864。住居表示実施済地区。秋田市の東部、手形地域の中では、中央部に位置する。東端は、秋田県道15号秋田八郎型線。南端は、手形蛇や赤沼街道である。県道15号を挟んで東側に、 秋田大学手形キャンパスがあり、体育館、運動場など、スポーツ施設の多くは当庁に所在している。西は手形旧下町、北は手形田中、東は手形学園町南は手形山崎町、手形新栄町に接する。久保田城下で、おろく家臣の侍町だった、旧手形西新町、手形東新町の大半に相当するが、 この地区は1896年の秋田府標第17連帯設置に伴い1945年まで全域が陸軍連兵場となり区画が消滅していたため町内の道路などは急城下町の痕跡を残していない町名の由来は住み良い町を願ったもの。一家はすべて住居表示実施に伴う変更2016年10月1日現在の世帯数と 人口は以下の通りである。町内に鉄道は通っていない。最寄り駅は中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。